って、基本的に短時間で作る料理なので、火の通りも均一になって素早く仕上がることができます。確かにそれぞれの調理時間を見てみてもかなり短い。手早く作るためには具材の大きさは大事なんだそう。まあでもあんだけの火力があるから1分でいい。まあね、家ではできないよね。そう、チャーハンで命と言われる火力。お店ではやはり設備が揃っているだけあって全て強火での調理ですが、では家庭でおすすめの火加減は。柴田さん、弱めの中火。あんま強くないと思います。強火じゃない。家庭でチャーハンを作るときは中火がおすすめです。強火はあくまでお店の話ですので、私たちみたいな素人は手早くはできないので、強火でやったら結構失敗する可能性があるんですね。そうか。また調子こいてこんなことやってる人よくいるけど、皆さんフライパンを結構動かしたくなると思うんですけれども、家庭では動かさない方がおすすめです。そうか、冷めた。フライパンを動かすと火から離れるため温度が下がって逆効果だそうで、鍋を振る代わりにしっかりとヘラで米のダマを潰すようにしてください。なるほどね。こうやっちゃうね。やっちゃいたいですね。